どうも、森さんちの大島です。今日もお風呂前からスタートしております。今回はですね、うちのお風呂の椅子なんですけども、こちらがいくらこすっても取れません。このゴムのついた、そうです、ここですね。ゴムではないんだよな、なんかゴムじゃないんだよ、硬いんだよな、ここ、プラスチックみたいなのついて、そうもうこれについちゃって、こびりついて取れませんので、これを取る方法としてこちらを使わせていただこうかなと。皆さんご存知、オキシクリーン。そうです、オキシクリーン。これよく洗濯物とか、洋服のシミ抜きなんかにも使われるんですけども、本当に真っ白になるんですよ。こちらをこの熱に強い袋に入れまして、溶かして椅子の足を浸そうかなと思ってるんですけど、オキシクリーンで浸して汚れを取ろうかと。はい、ちょっとやってみたいことだったので、これをやってみてもいいでしょうか。はい、まずはこれは何を今から、これをオキシクリーンちょっと溶かしましょう。これすぐ溶けるんですよ。普通は洗濯機の中の洗剤みたいにして入れてやるもんなんですか。そうたまにね、お湯入れます。溶かして、あんまり熱くするのもあれだから、このぐらいでいいか。で、水入れましょう。こんなもんかな。ほんでこれ乾かすから借りようか。すいませんね、適当で。いやいや、意外に適当なんですよ。いや、なんかこだわってる部分とこだわってない部分がねそうはっきりしてますね。もう縛っちまうか。これどうするんですか。こうして、あ、そのこう、履かせるみたいな感じで履かせるの。こういう風にして足ります？足りる大丈夫。あ、いいじゃない。あ、いいじゃない。よし。あ、いいじゃない。オッケー。ちょっとだけでいいや。さあ、これでちょっとつけとくわけですね。ちょっとつけときましょう。はい。どんなになるのか。1から6時間ほどだって。ほう。1時間弱でいいか。その間にやりたいことがあります。新アイテム。それは？カビ汚れ防止。マスキングテープ。あ、そんなのがあるんですか。そう、これ100円ショップです。これも100円ショップなんですね。はい、お風呂や窓際の仕上げの掃除にと書いてあるんですけども、これをお風呂と下の、 あのガチャンって取り出すところの間のに貼ったら、はい、なんかこうカビ防止になるんじゃないかってすごい思うんですけど。なるほどやってみようと思います。はい、はい、なんか父さんが2種類あって違いますね。ね、だからこっちちょっと使いたいんですけど、はい、この隙間というのはここです。出っ張りというか、そうここです。ここに貼ったらカビもできないし、水もそんなに入んないんじゃないかみたいな、まあ湿気はありますけど、はい、ちょっと違うんじゃないかなっていう思いがありまして、ちょっとやってみたいなっていう実験ですね、はい、これ今。よし、半年後ですね、これも。はあ、汚くなったら、もう剥がして、もう一回付け直してみますね。はい、これちょっとやってみましょう。でも見てください、目立たないですね、あんまり。そうですね、パッと見は別に白と白なんで、ね、別になんともないですね。ちょっと置いていきましょう。はい、はい、あともう一個いいですか、新商品。はい、お掃除ダイアリーさんが、もうこれなくなったら困るって言ってる100円グッズなんですけど、こちらです。ラストラーレスポンジ、すごいんですって、これ。フライパンの焦げとか鍋とかステンレス製のあれなんですけど、ガンガン綺麗になるんですって、汚れが。うん、今日使ってみるんですか。うん、お風呂、あ、お風呂はやらないです。お風呂は傷ついちゃうから、ステンレスとか、はい、あとこれもやりたいなと。あ、この板というか、これだったら大丈夫かなと思って。まあ、ステンレスじゃないけど、ちょっとやってみてもいいですか。はい、ちょっとこれいきましょうか。でも端の方でちょっとやってからやってみましょう。はい、あ、ガラスはダメって書いてある。あ、プラスチック製品もダメって書いてあるわ。ちょっとやってみようか。うん、いくよ。水洗い。うん、使い心地はどんな感じですか。うん、なんか
金田和紙の柔らかいバージョンかな、推奨はしてないんだけどさ、めちゃくちゃ綺麗になったもん。本当だ。プラスチックね、あんまり使わない方がいいなって言ってたけど。そうだね、でも綺麗になっちゃってる。めちゃくちゃ落ちましたね。推奨してないけど、まあこれは個人のだから。そう、たまたまこの材質がセーフだったら。そうかもね。ね、わけで別のだったら傷ついちゃったかもしれないですけど。そうね、プロはすごいね、やっぱり。あ、これないと困るって言ってたからね。へー、やっぱりね。これステンレスだからこういうとこがいいんだろうね。だからね、ステンレスには向いてるんですね。向いてるね。あんまり強くやらない、水でやるんだっけな、確か。水で流しながらでやるとすごいいいみたい。へー、やっぱりさっきとまた違う輝きがあるもんね。あ、そうですか。ああ、確かに。ああ、ちょっと違うよ。ああ、ほんとだ。綺麗、綺麗、嬉しい。こっちめっちゃ多いな、これ。ほら、ちょっとなんか出てきてるね、こっちは。白いのが、うん、やっちゃおうかな。はい、やってみるね。ああ、新品みたいになってるよ。おお、綺麗ですね。もっと綺麗になってるね。はい。ああ、本当だ。ああ、もうちょっといけるね。まだいけます。もっといけるな、これ。もう止まんないじゃないですか、もうさっきから。ちょっと止まんねえな。はい。ああ、いいね。おお、綺麗綺麗綺麗。これすごいね。やっぱり使いやすいですか。使いやすい、簡単だし。とっても簡単。おー、決まった。たまダメだな。え、ダメじゃ、ダメなことはないと思いますけど。ダメだな。え、ダメだな。え、はい。いや、綺麗ですよ。いいね、いいね、はい、いいね。よかったね。すごい、素晴らしいです。情報っていうのはとってかいかもしれないですね。知る知らないで掃除の豊かさが違う。なんか難しい話になりますね。知っててみんなで共有したいですね。またじゃあ、いい製品などありましたらお教えください。よろしくお願いします。じゃあ次行ってみましょうか。行ってみましょう。はい、50分ぐらい経ちましたかね。椅子のオキシクリーン外してみたいと思います。気がついたらこう元に戻してくださってるんですね、お風呂の。あ、綺麗にしてみました。小物っていうか、これがいつものうちの配置です。シャンプーとかね、シャンプーとかボディーソープとか。これは何ですか、おもちゃ。これおもちゃですね、その。はい、そうなんです。で、こっちに新しいのに、あ、スポンジが、スポンジ新しくしました。あー、素晴らしい。はい、へえ。あ、普段はこうやってやってるんですね。こういう感じですね、いつもは。はい、どうなってるかな。これで一発やって見せましょう。今はこれ、さっきのオキシクリーンで浮いたかもしれない汚れを今とりあえず取ってるわけですね。そうです。できました。じゃあちょっと見させていただきます。いかがでしょう。あ、全然さっきと違いますね。落ちてますね。すっごい綺麗になってます。汚れ落ちてますね。すごいですね。この縁もぜひ見てください。あー、ほんとだ。あー、ないない、全然違います。オキシクリーンすごいですね。すごい。そしてこれもまたすごい。最高っすね、オキシ。すげえ。へえ。めっちゃ全然違う。もう全然違う。もうぬめりも全くない。へえ。あ、ツルツル落としますね。ほんとだ。やっべー。あと皆さんにはもしかして伝わらないかもなんですけど、ここに石鹸染みみたいのがあったんですよ。全部なくなりました。へー、伝わらなくてすみません。私だけわかります。ここに白くね、ガーってついてたんですよ。あー、それもオキシクリーン取れたってことですか。うん、これはこれ最高だよ。よく寝れるわ。よかったですね。ありがとうございます。すみません、普通の我が家の掃除をね
動画にしてますけども、すいませんね、見ていただけたら嬉しいです。今回はですね、椅子の足の下のところをオキシクリーンでつけ置きしてみたらという動画でした。よかったですね。あ、忘れた、島5つ忘れてたじゃないですか。これ5つはなかなか高得点なんじゃないですか。それはオキシクリーンに対してですか、それともあのこのスポンジに対してですか。どっちも。どっちも、うん、このスポンジとオキシクリーンつけ置きやってよかった、島5つ。いやー、いい日でした今日は。皆さんまたご視聴よろしくお願いします。以上、森三中大島でした。